おめでとうございます。ありがとうございます。差し入れいただきました。元大吟醸カズマ酒造筑波大好き。プル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 。イエーイ。はい、林さん中の田んぼのフェスティバルでいつもあのガードマンに来てくれている皆さんです。イエーイ、よろしくお願いします。毎年大変です。忘れてしまいたいことやに包まれた時に男はごめんなさい酒を飲むのでしょう。いいいい、近い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 。田んぼちんなよ。塗り絵しとる。いい、ピースすごいね。イエーイ。あー、すごい上手に撮れてます。顔映っていいの？いいです。はい、イエーイイエーイ。まだ林さんの歌うから合わせてカメラの前に語らんように。そこ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 あのそこそこに方がいいよ。はい、どうも。はい、ワンツースリー。になれる一本目は鳥さん、四本目は武士さん、三本目はみんな仲良く分けよう、みんな一緒に生きている、一緒に笑ってる。林さんちの呪文は命の呪文、はい、林さんちの稲刈り株さんもみんなで食べれば美味しく食べられる。一本目は鳥さん、二本目は武士さん、三本目はみんな仲良く食べよう、みんな一緒に食べましょう、一緒に歌いましょう。林さんちの呪文は命の呪文。ララ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 ラ。林さんちの呪文は命の呪文。ありがとうございます。皆さん楽しんでいってください。子供たちにももう一回拍手を。
じゃあ紅葉さん、ちょっとね子供たちをカメラの方に向かせてもう一度サビの部分だけ行きましょう。はい、行きますよ。じゃあみんなカメラ向いて、池田カメラ整理しとる。はい、行きます。ワンツーララ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 皆さんこんにちは。おかっぴきでリッキーです。本当はお姉ちゃんいるんですけど、今日は休みです。次の曲は落葉です。知ってたら一緒に歌ってください。
かで会おう。生きていてくれ。ろくでなしの男たち、身を持ち崩しちまった。男の話を聞かせてよ。サイコロ転がして、土産にもらったサイコロ二つ。手の中で振れば、また振り出しに戻るたびに。一緒にやって3年になります。だから最初にやった時は小学校3年生だったのかな、ね、今小学校5年生だもんね。若いなと思ってても、僕たちがギターを持ったのっていうのは彼ぐらいの時だったですからね。だから小学校5年生で女や酒よりサイコロ好きでと歌っても、そういえばうちらも歌ってたなっていうのはね。じゃあ、次の曲は皆さんちょっと手拍子をお願いします。田んぼのフェスティバルの歌を歌いたいと思います。ワン、ツー、スリー、フォー。
和やかに吹く波動の風、五色のふるさとに笑うのは頭上げ、遥かな時に夢泣く人、たおやかに吹く里の風、たおやかに吹く里の風。ありがとうございました。じゃあ、居酒屋公設、今日の最後の曲になりますけど、どうしてもこの曲を今年は歌いたくて、選曲をしました。もし知ってる人がいたら一緒に歌ってみてください。
はい、スタンプラリーどうぞ。はい、どうぞ。イエーイ。動画。動画作らん？うん、林さん YouTuber だよ。企業列車という曲を、これはの唯一、私らのオリジナルの曲なんですけども、これは田んぼのフェスティバルでしょ。ではもう4番、ほとんど毎年、演奏させていただいております。はい、いただきます。ふるさとのあの懐かしい道は今でも忘れてはいない。懐かしいあの頃の人は今も愛してくれているだろうか。帰郷列車は懐かしい頃よみがえしてくれる。今は何にも考えたくない。この列車全てを運ぶから。時代遅れだなんて言わないで、俺も寂しくなっちまうから。たまに死んでくれ、ともなくしたくないから。お母さんこんばんは。帰郷列車はレールの上を明日に向かって走るのさ。今だから痛いのさ、お前は俺の飾りに過ぎないと。ピアニカリカちゃん。ただのこの歯、二人で風に吹かれて気の向きのまま空を待っていた。どうもありがとうございました。帰郷列車という曲でありました。これはね、私が高校生の頃、45年前に歌詞をいただきまして、作った曲であります。ふるさとっていいなという、そういう曲であります。さあ次は45年前から一気に今年です。パプリカ。あのパプリカの応援ダンサーズ、応援シンガーズ、カモン。はい、歌える？あの、なんだろう、あ、そう。このね、あのうちの、 あの私もあのここの林社長と同じく農業を、専業としてやってるんですけども、あのこちら の、 あの皆さんから右手の松本さん、バレンタイン1号の方も、農業、農家でね、今年から退職した定年ですね。定年成り立して農業の専業農家、やってますけど、何の話だったっけ。
まあ、ここの林社長と、まあ、何の話だったっけパプリカ行きます歌える人、踊れる人、お孫さんが来ましたよ、社長の宇宙のパートさんが米津玄師、の大ファンでね、追っかけやってるみたいなんですけどもね、このパプリカすごくおすすめで、歌って、言っていると思います。いきますか。ワン、ツー、スリー。かなりうねりはしゃいだ道、青葉の森で駆け回る、遊び回り日差しの街、誰かが呼んでる、夏が来る影が立つ、あなたに会いたい、見つけたのは一番星、明日も晴れた、本当にこの曲ね、私の知ってる人たちがある公民館で、夏祭りのイベントでやったらね、子供さんが、退去して、よしよしで踊ってくれたって聞いたらしい、話聞いたんでね、今日も、頑張って覚えてきて、やってみました。楽しい曲やね、本当にね。演奏する方はね、結構意外と難しいです、この曲。意外とね、途中でもうずっと動いてるから、まあ、専門的に言うと転調があったりして、すごくちょっと歌いにくかったんですけども、持ち上げて踊りの競技で、マキさんありがとうございました。置いとくし、わかりました、そのうち始まると思います。さあ、まだ皆さん帰ってはいけないんですけども、今からね
林社長の、ミニ橋の登りとか、いろいろ、田んぼのフェスティバルのメインイベントが、今からありますけども、まだ帰ってはいけませんよ、行けませんけども、歩いて帰ろうという曲を今から我々の最後の曲として、やります。次はあの次は橋の登りでいいですかね、はい、あの同じ誕生日って私あの、右から2番目の方と、言いましたけど、ちょうど1年違いで、私が61歳、あの方が62歳ということで、でこの方が1ヶ月遅れの3月14日までで、年齢は内緒です。ご想像にお任せしますんで、でも新幹線の開通した、北陸新幹線開通した日と同じ誕生日っていう、だからなんだいいですか、はい、じゃあ、歩いて帰ろうという曲を最後に私たちの、最後の曲にします。もう撮ったら街を見下ろしてのんびり雲が泳いでく、誰にも言えないことはどうすりゃいいの、教えて、急ぐ人に操られ、左も同じ顔、寄り道なんかしてたら置いてかれるよ、すぐに嘘でごまかして、すましてしまえば、方においでいただきました、ありがとうございます。
昨日まで雨が降ってました。今日だけが晴れだそうです。これも皆様の日頃の行いだと思います。この天気は私の日頃の行いだという方、ちょっと拍手してみてください。さすが林農さんのお客様です。気のいい方ばっかりが集まってます。そんな林農さんの縁起担ぎです。はしごの縁起に入りたいと思います。皆さん、はしごの周りに集まってください。それでは、はしご登り行きたいと思います。小夜さん、お願いします。ただいまからはしご登りを始めます。まず掛け合いの練習をします。皆さん、こっちへ待ってください。登り手が入ったらやーやーって言ってください。いきますよ、せーの、やはい、やーやー。あの、大人の声しか聞こえないんです。もっと大きな声で言わないと登りで落ちちゃいますんで、はい、はい、やーやーやー。まあまあかな。はい、やー、やー。
教えていただきました。登り手さんにもう一度拍手をお願いします。皆さんからちょっと質問があって、普段これ本番は何メートル上でやるんですか？6メートルのはしごの上でやります。この練習って何年ぐらい、これ始めてから？5年です。はい、あ、5年でこれくらいできるようになる。1年目でできてましたね。1年目ででも小宮さん、これって結構危険なんじゃないですか？落ちるってことないんですか？あの、落ちることもありますけど、あの週1回日々の訓練をしてますのでちゃんと大丈夫です。あ、ちなみに私も登ってたんですけど、あの最近登るの、あの社員から禁止されてますんで。皆さん、あの最近消防隊員が不足しております。我が野々市市消防団第2分団に入ると食べ捨て飲み放題食い放題です。ぜひ皆さん入団してください。イエーイ。はい、ありがとうございました。じゃあお二人にもう一度拍手をお願いいたします。はい、それではお待たせしました。皆さんは今日歴史的な1ページにお付き合いいただくことになるかと思います。実は林農さんの田んぼのフェスティバルに出たいんだけどと去年の暮れに相談を受けました。で、今日まで練習をしてきたサックスプレイヤーを紹介します。100万国で有名なバンバ・ムスオさんです。バンバさん、高校時代ブラスバンド部やってて、還暦を迎えて人生を変えたいという思いでサックスを始めたそうです。ですから今日が初のステージ、あ、今日が一応この前に練習は何回かあったそうですけど初のステージだそうです。今日でバンバさんの人生が変わるそうです。では、バンバさんにご挨拶をいただきたいと思います。皆さん拍手をお願いします。バンバさんです。皆さんこんにちは。あの、ただいまご紹介いただきましたバンバでございます。
まあ何でか分かりませんけど45年ぶりに吹いたサックスがここで吹けっていうことで、まあ、本当に45年間空白だった時間、それをもう一度取り戻してみたいと。で昔のように中学高校の頃の夢ある時代にもう一度戻りたいなということで始めました。そういうことで、皆さん久しぶりにやったもんですから、まあそういうところで聞いていただければなというふうに思います。まず最初にですね、星に願いを、まあ、演奏させていただきたいと思います。もう上がっとって緊張しとって木が小さいもんですから林くんと違ってね。いいの？待って、最初からおじいちゃんこれアイスくれるって言ったんだよ。ワそれで次の曲は、いい日旅立ち、をやってみたいと思いますのでよろしくお願いいたします。
の。あのなんか100万石の始まりしてきたら100万石の宣伝せって言われたんですけど、購入でるお客さんは、まあ、林農産のお米皆さん買われておりますけど一味違ったってことで、100万石また今年もですね、取れますんでよろしくお願いしたいなと思います。皆さんもね、あの手拍子の方よろしくお願いいたします。実は皆さんも、ね、中学高校のブラスバンドの更新曲じゃなかったかなというふうに思っております。どうもありがとうございました。皆さんこんばんは。1年ぶりのご無沙汰をしております。今年もやってきましたテクノロン初。今年は、6分の3、約分して2分の1の人数で諸事情がありました。心細い中3人で、はい、やれるだけ頑張りたいと思います。よろしくお願いします。子供たちに集まれっていうほどでもないのでいいです。ただ、最後、ちょっとにやかな曲もあるのでよかったら皆さん手拍子とか足を踏み鳴らしたりとか掛け声なんかもしてくださると心強い手柄を発す最後までやりきれると思います。よろしくお願いします。お耳なじみの曲から始めたいと思います。ケンタッキーフライドチキンマイゴールドケンタッキーホーム。Are you ready? Are 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 you ready?
私のテーマが取れました。すんまいです。すっげー見えたんですよね。シャーメンの前におにぎりの自撮りみたいな。これ動画配信してます。ありがとうございます。嬉しいことです。はい、感じになったかと思います。音楽の教科書なんかでも ある程度年齢を越した方はあるどこら辺かな。今ね、随分音楽の教科書も変わって、ギルキロさんだとか新しい曲、我々にとっては新しい曲だとか、そんな曲も入っていますが、ね、我々の頃アメリカ民謡はすごくたくさん入って、当時違うな、マヨルドケンタッキーホームはケンタッキーの我が家、ケンタッキーの我が家という有名だったと思います。で、我が家つながりの続いての曲は、当時の我が家という、こちらもアメリカ民謡の曲で、おそらく日本語で音楽の教科書で習ったんじゃないかなと思います。なのでちょっと日本語不自由なんですが、日本語通じてもらいたいC ですね。 C が前三井さんが持ってきてくれたちくわを飲みまーす。帰らんない。乾燥機そのままだ。そっち乾燥機そのままってどう。縦乾燥にして巻いてOh, no, my name.
今ですよ。アメリカ民謡といっても、誰が作ったかわからない曲がたくさんありまして、その曲をまた出した人ですね、ポスターという、ポスターという名前は皆さんも聞いてるんですけど、はい、そんな風にアメリカ民謡で伝われてるけど、誰が作ったかわからないっていう曲がたくさんあるんですが、私たちがやっているブルーグラスとかカントリーっていう音楽は、そんなアメリカ民謡を土臭く歌っているような楽団でございます。はい、楽団。紹介。続きまして松本が歌います。小学校だったと思うんですけどね、赤い川の谷とか習いませんでした？サボテンの花咲いてる習った人いないか。まあそれの元歌なんですけどね、男女の悲しい別れを歌った歌なんですが、これが小学生相手に日本で訳すとサボテンの花咲いてる砂と岩の荒野だかな、夜には星輝き、次が狼鳴く聖武なんつってね、ここが男女の悲しい別れかっていうのが歌います。じゃあレッドリバーバレーロンディスバーイ I have waited a long time, my darling, for those sweet words you never say. Alas, oh my friend, oh but nobody.Oh, you say you'll be going away. Come and sit by my side as you leave me. Do not hasten to bid me adieu. Just では松本のバンジョーをフィーチャーして、はい、これもこれが、はい、
ちらも、スティーブ・ホスターの、アレンジになるのかな、あの作曲になるのかな、よかったら皆さん手拍子で応援してくださると嬉しいです。ホスターさん
信号はいはい、すいません。せーの、はい。頑張ります。イエーイ、また来年も呼んでいただく予定なので。当たり前、当たり前です。あの巷ではうちのバンドのことをうちのお抱えだと、ね、当たり前、当たり前、専属バンドの よそでうちのお抱えバンド天ぷらご飯作ってね。 Take me home country road。ちょっとサプライズがあります。林光陽社長お願いします。
工業所長お願いします。中村くん来てください。ごめんね。まず中村くんが今年結婚しました。イエーイ。結婚おめでとうございます。あの今日奥さんはちょっと東京にいらっしゃって いないんですけど、さらに感謝状、感謝状、中村義行殿、貴殿は長年にわたり頼りない社長に、さらにお笑い系の社風を支え我が社に寄与されたこと大であります。よってここに深く感謝の意を表します。イエーイ。では中村君より結婚をされてこれからの人生の決意をここで述べていただきたいと思います。決意っていうか、いや、あ、はい、皆さんありがとうございます。サプライズで本当びっくりしました。そうやったね。なんか前会社、創業20周年だ、30周年がありましたかね。あの頃、いや自分もそろそろ勤続25周年だったかどうだったかなって、考えてたんですが、いつの間にかこんなに長く でも長くずっと独身でいたんですが、ようやくできました。皆さんありがとうございます。はい、それじゃあ中村さんにもう一度大きな拍手を。それでは皆さん、夏の夜、去年はこれが終わってから大雨が降りました。今日は多分降らないと思います。最後まで踊り切りましょう。フランヌチャーの演奏です。ハイサーイ、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 いきますよ。はいさいおじさん、はいさいおじさん、
駐車場もいっぱいです。警備さん頑張ってます。わかりますか、こちらの方にお入りいただけますか。はい、改めてハイサイ。ハイサイとは沖縄のこんにちはということです。皆さん今年もたくさん来ていただいてありがとうございます。いつの間にか満員御礼でございますね。うちの沖縄料理食べてくれた？ありがとう、嬉しい。さてさて、今ほど林社長の方から中村君のお祝いということで、ね、ありましたけども、ちょっと先にやられちゃったっていう感じがありましたが、なんか今年はね、社長の息子の夢太が新築されたと、新しいお家を建てたというお祝いが一つと、その今の社員中村君の、結婚のお祝い、これが今年のタフェスのテーマだそうです。はい、ということで、我々からもさっきやろうかなと思ったけど、やっぱり改めて中村くんおいで。我々からもささやかな、本当にささやかなですが、お祝いがありますので受け取っていただければなと思います。はい、林さんちの社員中村くんから、我が三振会のエース、中村君からお祝いを。中村君から中村君おめでとう。ちょっと中開けてくれるって感じ。本当ささやかで申し訳ないんですけど、ちょっと出しにくい。ちょっと大きめのサーターアンダギー。これもっと倍ほど見したかったんですけど、前回ゆめたくんが結婚した時にもうちょっと大きいのをあげたんですけど、変形したんでちょっと小さめに作りました。これ沖縄ではこの大きなサーターアンダギーをお祝い事で送るという習慣がありますので、ちょっと作ってみました。味は保証しません。はい、ということで、はい、おめでとうございます。なんか世界を旅しているので、世界地図っぽい袋に入れてみました。はい、どうもです。末永くお幸せに。あるとやっぱりこの歌かな。めでたい節と祝い節という歌を2曲続けて中村くんとゆめたに送ります。聴いてください。Thank you.
ありがとうございます。ムテタイ節と岩井節を聞いていただきました。岩井節、途中から曲調変わったの分かりましたかね。早弾きって言って、同じ曲だけども早く弾くっていう、そういうのがあって、三振の先生なのね、この2人ね。うち何人もいるんですけど、頼んだらこんなおしゃれにしてくれました。ありがとうございます。はい、それでは。
毎度おなじみの A さんに行きたいと思います。何回も説明していきますけれども、4曲継ぎ目なしで踊るのは沖縄でも数少ない踊り方です。これうちな沖縄じゃないけども、私は頑張ってこういうふうにやらせていただいてます。ぜひご覧ください。エイサー4曲メドレーです。Bye.
がとうございます、エーサー4曲メドレーをご覧いただきました。それでは子供たち一緒にエーサーを踊りましょうかね。シビナーです青年売れたが、イエーイ。一緒に撮ります、私。社長入って、社長入って。撮ります。イエーイ。録画として動画。イエーイ。どうもです。どうぞーす。これはさ、もう、ありがとうございます。はい、お願いします。あとは、一緒に撮っておきます。あ、ブルーブルーし、あ、ブルーブルーし、またヨーロピックで、ヨーロピックで、はぁ、ダメだこりゃ。